ロールスロイス RB141 メットウェイは1960年代初頭にロールスロイスによって設計、製造、試験された大型低バイパス比、ターボファンである。計画は市場の需要の変化によって中止され、同様により小型だが類似のロールスロイススペイの開発と生産とアームストロングホイットワースオータムウィンター681 軍用輸送機計画の中止につながった。アラン・アーノルト・グリフィスの主導によって設計された RB-141 は、後に、放ー,ーシドレートライデントになるデハビランド DH-121 旅客機計画の新推進装置の要求に適合するために設計された。DH-121 自体は、英国欧州航空が1958年2月に、 出した要求仕様に適合するように設計され、この要求はより小型の航空機で代替することになり、当初予定された形態のメッドウェイは、もはや不要だった。会社はすでに相当の良さも開発に注ぎ込んでおり、計画は、将来の他の航空機の計画である、アームストロングホイットワースオータムウィンター681、垂直離着陸機のために再設計され、続行された。 エンジンの後部は内部での水力整流のために排気ダクトを介してノズルが傾斜したこの概念はブリストルシドレーペガサスで使用されたものに似ていたオータムウィンター681計画は中止されたが同様にメッドウェイの開発もより小型に変更されたがスペーターボファンに近いものになりスペーは基本的にメッドウェイを縮小したものでより近代的な 技術開発を導入したものだった。メッドウェイの他の搭載機の候補は、サーブ37ビゲンだったが、イギリス政府の予算はこの用途へは中止された。1963年12月にメッドウェイは1700時間以上の地上試験の完了に成功した。メッドウェイを動力とするオータムウィンパー681、一般的特性構成要素性能出典フライト、類似のエンジン、 ありがとうございます。